はい、皆さんこんにちは。今日は3回目の翔也の簡単ハンドパン講座ですね。まずこの前の復習からいきます。左右右左右右左右と、これをディングを使って違う音でも今度は、これの変形です。左右右左右左右右左右右左右右をねやるんですけども、これを2つの音を使ってやります。2つの音を使ってやります。例えばこことここの音を使ってやります。低い音を左、右を高い音ということで叩くとこうなります。音につなげていきます。やってみましょう。今のツタタツタタツタを全部いろんなところで組み合わせていきますね。やってみましょう。必ずツッタッタツッタッタツッタッタッタツッタッタツッタ、このリズムを基本にすればどの音を叩いても3つでも、今は2つでしたね。ツッタッタツッタッタツッタツッタのツッタを3つ目こちらの音に高い音に持っていくんです。そうすると一つの曲をこの中で完成させていくことになります。最初は一番最初のやつですね。そしてThank you.
になっていくんですね。大変面白いです。まずこのツッタッタッツッタッタッツッタをどこでも2つでも3つでも、ね、それを使って最後一曲出してみましょう。Thank you.